満鉄交渉とは、南満州鉄道が設置したインフォーマルな情報収集活動のための機関、施設。外務省の正式機関である領事館とは別に、非公式の接衝や秘密の情報調査活動を行い、満鉄調査部の活動を支えた。1909年5月1日、法典市に置かれた法典交渉を行使とする。交渉はこの後、ハルビン、北京、テイタムロ、 キツリン、父春、南の各所に置かれた。初代満鉄総裁、後藤新平自身の発案により1907年4月に設けられた満鉄調査部は当時の日本が生み出した最高のシンクタンクの一つであった。これは満鉄のユニークさを表していると同時に、後藤の個性とアイデアが込められていた。後藤は台湾総督府民政長官時代にも、 休館調査などを代々的に展開しており、それを植民地経営に活用していたのである。しかし、初期の満鉄調査部の活動は、人文、社会科学的な意思自然科学的な調査というよりは、満鉄が各地に開設した交渉による非公式な情報収集活動にむしろ重点が置かれていた。最初に設置された満鉄交渉は、 1909年5月1日、法典場内に置かれた法典公所であった。公所はまた、調査部ではなく総務部に属し、交所局長の指揮を受け、交所に関わる事務が主な任務となっていた。初代の法典公所長には、現役の帝国陸軍少佐である佐藤康之助が任じられた。佐藤は、申告事情に精通し、交渉事務に慣れたスタッフを揃えて、常に、 現地の政治経済状況を観察していた。法典公所は当初から長春駅と長春満鉄付属地の買収、安佐佐具鉄道の用地買収などについて申告側との交渉に当たっていた。また、1911年10月の侵害革命の際には法典はじめ満州情勢に関する情報収集も行った。当該期の 満州日日新聞などによると、侵害革命に際しては、河南地域などから大勢の政治工作員が法典にも侵入していたのである。法典総領事、小池張り作りから、日本国外務大臣、小村寿太郎に提出された1910年2月18日付要望書、ハルビン総領事、川上俊彦から、南満州鉄道総裁、 中村忠志港に提出された1908年12月27日付要望書初代法天皇所長の佐藤が手掛けた課題は、安佐佐具鉄道の用地買収、長春の用地買収、新し佐佐具鉄道、基地庁鉄道関係、軽佐佐具線、武順炭鉱協商問題、ペスト貿易関係などであり、まさに、埋挙に糸まらずという具合であった。しかし、これら諸課題を、 支店旅関係業用のものという場所で、新庁関係と直接交渉を行う交渉の活動を在法天総領事の小池張り作りは必ずしも心よく思っていなかった。小池総領事は1910年2月法天交渉が法天総領事の外交活動を妨害しており、また新国側からは外務省、関東都督府、満鉄の三権分立と 揶揄されているという理由を掲げ、法典の満鉄交渉を閉鎖するよう、第二次、桂内閣の外務大臣、小村寿太郎に要望している。小池は、安佐作戦問題に関して、法典で慎重側と外交交渉を行っていた当事者であったため、佐藤らの行動を好ましいと思えなかったのである。満鉄社員で、後に、初代満州国総務長官となる、小舞徳造も、 1910年代初頭、張作林を工場相手として、秘密の土地買収交渉を行う際、その活動拠点を法典交渉に置いた。他方、北部満州では、1908年12月、ロシア帝国が経営する東西鉄道との連絡運輸交渉を内し、運賃協定などのため、ハルビンに満鉄の出張所を設置し、権限を有する社員を配置する、よう、 在ハルビン総領事、川上敏彦が第2代満鉄総裁の中村忠志に宛てて要望している。しかし、満鉄はしばらくの間、ハルビンに駐在員を派遣するにとどまり、ハルビン交渉が置かれたのは、ロシア革命前夜の1917年2月15日であった。ロシア革命に反対する白系ロシア人が多数ハルビンに移り住み、彼らの情報を収集したり、 彼らを利用したりすることが喫緊の課題となったためである。所長には、正事省五郎が認じられた。ハルビン交渉は1923年4月にハルビン事務所へと改組され、投資鉄道に関する中華民国側やソビエト連邦側の情報を収集したり、それらの情報をレポートにまとめて報告したりした。1917年3月末の従業員は、法典交渉が、 職員10名、コイン1名、食卓2名の計13人。ハルビン公書は職員5名、コイン1名の計6人が社員であった。社員以外の容認は解説間もないハルビン公書では採用されておらず、法典公書では日本人が2名、中国人が16名となっており、実際の活動は中国人に追うところが大きかったと推察される。 これ以外では、1918年1月に、北京交渉及び、定家敦交渉、同年4月に公所、吉林交渉、1922年1月に、ニューヨーク事務所、同年7月にチチハル公所、父春交渉、1924年2月に、上海事務所、同年6月に南交渉の各交渉、事務所が設置された。北京交渉が提出した1923年6月の、 報告書が現存しており、これを見ると、北京における直令派の動向や北京市民の動き、世論動向などが詳細に記されている。この時期は、調作人が第一次、笹口家戦争に敗北して、満州に撤退した後、第二次、笹口家戦争に打って出る直前にあたり、北京の政治動向が、満州経営にも重要な意味を持っていたことが、うかがい知れる。 それぞれの交渉事務所は東三世の政治情勢や市教、あるいは物産に関する情報を収集し、関東州大連市の南満州鉄道本社に逐一報告していた。現在、外務省にはこれら報告書の写しが外交資料として多数収蔵されている。例、ありがとうございます。